おっそら勇者。今回は、まあ、要するに、箱のみかんを開けて食べる。それだけの動画だ。あ、ちなみにだ、この人、見たことあるか。ほら、ちょっと似たの見たことあるでしょ。プリパラ？レッツゴープチューのなんとかかんとか、タイトル忘れたに出てくる、梅岡さんのコスプレバージョンなのかな？ふぅー、重いね。見てくれよ。いつも丁寧な配達ありがとうございます。って書いてあるわ。これ配達の人へのメッセージだよ。岡畑さんちのか、ん？さんちの紙。紙？ない。あ、映ってないや。いや。あ、これか。岡畑さんちの紙はやみひゃん。紙はやって漢字が書いてあるんだけども、見せるのもめんどくせえや。ほう。まあいい。じゃあ、そうだ、先に。毎度恒例の、ゴーシュ。はい。ああ、なんか、ああ、つかんでたのか。ゴーシュって。梅岡さんがこんにちはだよ。なるほどな。そして、岡畑さんちの神早みかん。みかんの美味しい保存方法5箇条。風通しの良い冷暗所に置きます。温度、湿度の高いところは避けます。3から5度が適温です。箱の蓋を開けておきます。箱の底にあるみかんから食べるのがおすすめです。運送中に圧力がかかるため、万が一カビが生えた場合は、他のみかんに移る前に取り除いてください。金八先生がそのやり方をやったのかやらないかは確認してください。スーパーの買い物かごのようなメッシュ状のも、買い物かご？ああ、みかんが入ってる、網じゃなくて。買い物かごのようなメッシュ状の入れ物に、入れ物に新聞紙を敷いて保管する。またはみかんはヘタのある方を下にしておくと長持ちしやすいです。って三河岡さんが言ってる。三河岡さん誰？ほう。まあいい。まあそういうことらしいよ。よいしょ。というわけで、デザイナイーフ！いくわ。で、みんな、日曜にやった、プリティライブ行ったか。オラの Twitter のフォロワーさんは結構な確率で行ってた。よいしょ。そして、その人たちの情報なんだけど、キラッとプリシャンに聞けてよだってよ。よかったにーん、ちょっと危ねえんじゃねえかなって噂が来てたけど、よかったにーん、よかった、よかった。よし、四日市開けたにーん。あ、ちっちゃい感じのがいっぱい入ってるのかな。よいしょ、よいしょ、かわいいちっちゃいのがいっぱい入ってるんじゃ、見づらいんじゃ。ほう。どうしよう、どうしよう、どうしよう、どうしよう。下手を下の方にって言われてもな。まあ、いいか。じゃあ、どうしようかな。この子にしようかな。じゃあ、すべての食材に感謝をして。セリフがちょっと違うな。すべての即食、即即即即即、即身仏。即身仏。間違えた。すべての食材に感謝を込めて、いただきます。あ、なんだと。どういうことなんだ。何を言ってるんだ。汁が出たら、純粋さが半減してしまうよ。ターゲットが増えたということは、簡単に捕まえられるということなんだ。あ、どういうことなんだ。出てこい。姿を現すんだ。見えてるんだ。見えてないけど。ほらを舐める。なぜだ、なぜなんだ。靴ひもほどけちゃった。残念だったな。
オラは勝負には手を抜かないんだ。やめて、やめてよ、やめできない。ホニャの子に、ホニャの子に乱暴なことはできない。僕は男だよ。で痛いよ、痛いよ、痛いよ、甘酸っぱくて美味しい。